ブルーノ・ロペスこと、ブルーノ・ダ・シューバ・ロッペスは、ブラジル・パラナ州・クリチバ出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。10歳で、本格的にサッカーを始め、18歳で、プロ契約を結んだ。ブラジル時代は主に3トップの左を務め、2009年に、所属した、ウベラバでは、タッサミナス・ジェライス優勝を経験している。2010年には、前期に所属した、 アナアポリスで6得点、後期に所属したビラノバで10得点を挙げる活躍を見せた。2011年シーズンより、アナアポリスから J リーグ一部アルビレックス新潟へレンタル移籍。背番号は11番。移籍前、ポルトガルのポルティモネンセ SC などからもオファーを受けたが、かつて新潟に在籍したペドロジュニオールの助言が決め手となり、新潟への移籍を決断したという。 本人は遺跡に際して泥臭くゴールを狙うスタイル、ボールを持った際は必ず体がゴールの方向へ向かっていると自らのプレースタイルを語った。多くの場合、プレイの特徴としてまず言及されるのはスピードであるが、開幕前のプレシーズンマッチでは体格を生かしたキープ力や高さも見せ、前線のターゲットマンとしても一定の評価を得た。2011年3月5日、 アビスパ福岡とのシーズン開幕戦で J リーグ初出場。先発出場したブルーノ・ロペスは69分に左サイドから総英哲が上げたクロスをダイビングヘッドで合わせ J リーグ初得点を記録した。その後もチームのエースストライカーとして活躍しチームトップのリーグ戦13得点を記録した。 2012年シーズンはデスポルチーボブラジルからの期限付き移籍という形で新潟に止まった。公式戦では J1 第2節大宮アールディージャ戦でシーズン初ゴールを決めたがその後はなかなかゴールを奪えないまま最終的に7得点を記録するに止まった。2013年シーズンも引き続き新潟でプレーしたが第7節横浜 F マリノス戦での負傷がきっかけとなり 川又健吾にポジションを奪われ、負傷明け後はベンチを温める機会が増えた。シーズン途中の6月20日に新潟との契約を解除。ポルトガルリーグのエストリルへ移籍し、主にサブ、カップ専用員として起用された。2014年1月4日に行われた、ポルトガルカップ5回戦で4得点を挙げた。移籍2年目の2014年11月にエストリルから、 契約を解除され、新たにタイプレミアリーグのラーチャブリーと契約した。2016年よりサウジアラビアのハジェールクラブに加入。2018年7月、J リーグモンテディオ山形に加入が決定。シーズン終了後、契約満了により山形を退団。2012年、J1 残留争いの過中にいた新潟は、勝利しなければ降格が決まるという状況で、 第33節のベガルタ仙台戦を迎えた。新潟の1点リードで迎えた後半40分、ロペスはカウンターからドリブルで、相手ペナルティーエリア内に侵入し、仙台 DF、角田誠に倒された。ロペスはファールをアピールしたが、主審の村上信治は、ノーファールの判定。この判定にロペスは、激しい抗議を見せたが、ロペス以上に激しい抗議を見せた。 新潟のヤギシタ・マサキ監督が退席処分を受けた。ロペスはこの時点で累積警告が7枚溜まっており、警告を受けた場合に、すでに最終節出場停止が決まっていた FW、ミシェウと共に出場停止となる状況にあった。ヤギシタのこの講義には、審判団の注意を自らに引き寄せることによって、ロペスを落ち着かせる時間を作り、 最終節での大幅な戦力ダウンを避けるという意図があったとされる。この試合を勝利して残留への望みをつないだ新潟は最終節のコンサドーレ札幌戦もロペスの2ゴールの活躍もあり勝利。逆転残留を決めた。その他の国際公式戦、ありがとうございます。